子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。本日はご報告になります。この度ここのねおなじみのオーディオルーム文化振興室が月刊男の隠れ家11月号に掲載することになりました。やっほー。今回のメインタイトルは音楽喫茶ということで、音の鳴る様々な場所を紹介されてました。例えば作曲家のアトリエから名曲喫茶、ジャズやクラシックはもちろんアルゼンチンタンゴを聴かせてくれるお店などなど、非常に個性的なお店が新旧紹介されてました。で、私も手に取って読んでいくうちに、なんて言いますか、長い休みでも取ってですね、雑誌片手に探求の旅でもしたいななんて思うぐらい魅力的なお店がたくさん紹介されてました。でもそれ実際やるかもしれません。いずれ訪れたい店今回知れたんでね、それ経験したいと言いますか、というのも私そういう音のなる場所いずれやりたいなっていう妄想してましてですね、日本固有のジャズ文化的なものの象形と言いますか、まあ今風にミュージックカフェでもいいんですが、温故知新できたら私の音楽人生的にもこれ面白いかなと思ってるところなんですよ。あとこれ雑誌のね中間ぐらいにウイスキーを分かりやすく紐解いたコーナーもありましたんで、興味ある方はねぜひ手に取って知的好奇心を探求したら面白いんじゃないかなと思います。私の大好きな台湾のウイスキーカバランも紹介されてました。まあこれ自分の部屋乗ってるっていうのは関係なくてもねかなり面白かったんですよ、マジで。あと最後にですね、編集の方に送った写真が何枚かあるんだけど、でボツになったやつ、これね紹介しながらお別れしたいと思います。以前トゥールビオンカフェのアンソニーさんも小さな書斎みたいなあのタイトルの時に掲載されてたんですよね。その時も同じように使われなかった写真紹介したんで、それに倣って紹介してお別れしたいと思います。ということでまた後ほど、さようなら。